ホット1969年、ヨークミュージアムドラスト像。ハンス・コッパーは20世紀後期のイギリスを拠点に活動したドイツ出身の陶芸家。同時代の主流である東西の伝統的要素を重視する重厚な作風に対してコッパーは都会的で彫刻や建築との関係の深い作品を手掛けた。ろくろで成形した複数のパーツをつなぎ合わせる手法を特徴とする。 1920年、ドイツザクセン州ケムニッツに生まれる。裕福な家庭に育ったが、父がユダヤ人であったため、1933年、ナチスの迫害が始まると、一家はドレスデン、ついでライプチヒへと転居を迫られた。迫害家で妻がユダヤ人でない場合、ユダヤ人の夫は家族の暮らしを思って自ら命を絶つことが少なくなかったといい。 1936年には、コパーの父も自殺。1939年、コパーは単身ドイツを脱出し、木の幹のままで、ロンドンに到着した。間もなくて、帰国人として逮捕され、カナダの捕虜収容所へ入れられたが、約1年後、パイオニア兵団に訴えを志願することで、イギリスへ戻ることができた。膝まで水に浸かって、残骸を掘り続ける労働によって、 体を痛めて入院し、退院後は除退。その後もドイツ人として差別を受けながら職業を転々とする。戦後1946年、アルビオンミューズにあるルーシー・リーの工房にボタン作りのアシスタントとして入る。リーはウィーン工業美術学校で陶芸を学んだ陶芸家であったが、戦中は生活のためにボタン制作を手掛けており、戦後も需要があって、 しばらく続けていた。それまでコパーには作刀の経験はなく、陶芸を作ろうと考えたこともなかったものの、工房で働くようになるとたちまち大きな興味を示し、六ろ,ろに取り組んで短期間で急速に上達した。やがて、リーがデザインしたカップや受け皿などの家庭用陶器をコパーが六ろ,ろを引いて作るようになり、また、コパーが成形したカップなどに、 リーが釉薬をかけたり模様をつけたりするようになった。このようなリーとの共同制作を経て、コパーも独自の作品を作るようになる。1950年のリーとの合同展から、コパーは自身の名前で作品の発表を始める。続く1951年の英国祭への出品、1952年のダーティントン国際工芸家会議における、 展覧会への出品でリーと共に一定の評価を得たコベントリー大聖堂内部。左奥が正面祭壇。コベントリー大聖堂の正面祭壇脇に設置された食材。1959年、若い芸術家を社会に関わらせてサポートする目的で開設されたディグズウェルハウスに移住。コパーは建築グループに協力し、学校や 会社の建物の壁面を大小いくつかの円盤で飾ったり、凹凸のある様々なパターンの外装タイルを製作したりした。また、音響用の内装タイルやレンガ、洗面器や便器などの衛生用品も依頼を受けてデザインしている。1962年にはコベントリーの大聖堂を再建した建築家バジルスペンスから委託され、2メートルを超える。 巨大な6本の食材を製作し、コベントリー大聖堂の正面祭壇に設置した。ディグズウェルに滞在した1959年から1963年までのこの時期をコパーは自ら建築時代と呼んでいる。また、この頃から6炉で引いた2、3のパーツを合接して作品を制作することが多くなる。1963年。 ロンドンに戻り精力的に制作活動を行う。翌1964年には東京オリンピック開催記念として開催された東京国立近代美術館の現代国際陶芸展に出品。1967年にはリードの大規模共同展がオランダボーイーマンス美術館で開催され、国際的にその名が知られるようになる。同1967年、イングランド南西部の 小さな町、フルームに移り、以後14年間住まう。1969年、ビクトリアアルバート博物館におけるピーター・コリングウッドとの共同展では、コパーの作品をさらに洗練させた、キクラデスポットシリーズを出品。これは、初期青銅器時代に、英華界のキクラデス諸島で作られた石風から、触発されたと思われる。 約三角形と細長い筒状のフォルムを組み合わせた作品群である。ヨーロッパのみならず、アメリカや日本など、各地の展覧会に出品し、高い評価を得たコパーだったが、1975年、スジ縮粛性即作効果症と診断される。この時期にはすでに、話したり歩いたり、左手を使うことが困難になっていた。1980年、60歳記念、ハンスコパー10を、 ヘテンス美術館で開催。この年、最後の作品の調整を行う。1981年61歳で死去。コパーの作品は、ほとんどすべてがろくろを用いて成形されている。ただし、通常の成形とは異なり、別々にろくろで引いたに、3つのパーツを合接して作品を作っている。合接にあたっては、 形が崩れないように最新の注意を要するが、特に大きな作品では、紐状の粘土を付け足して、パーツを合わせ、さらにそれをろくろで引く。ろくろで引かれたパーツは、それ単体では単純なフォルムであるが、それらがコパーの手で組み合わされることによって、今までの陶芸に見られなかった独特で多様なフォルムが、生み出されることになる。その作品は、ほとんどの場合、白と黒の二色と、 鋭い描線の模様で飾られている。コパーが陶芸を習得したのは終戦直後で、当時、リーの工房にある土や釉薬は非常に限られていたが、その後も一貫してごく限られた材料と伝統的な技法によって制作している。また、通常は成形した器を一度素焼きし、ついで声優や絵付けをした上で本焼きをするが、コパーはリーと同様に素焼きをせず、 成形した作品に直接、化粧度やデーショーで模様をつけた。つまり、いわゆる生かけで加色し、一度の焼成で作品を、完成させた。ABC、ご挨拶、ハンス・コパーテン兵庫陶芸美術館、2009年、9ページ。a b c d e f g h i j e n い o 明。ハンス・コパーの芸術20世紀陶芸における、静かな革新、ハンス・コパーテン兵庫陶芸美術館、 2009年11ページ。ABCDEFGHI 年表ハンスコパーテン兵庫陶芸美術館2009年166から173ページ。ABC アルビオンミューズハンスコパーテン兵庫陶芸美術館2009年31ページ。ABCD リグズウエルハンスコパーテン兵庫陶芸美術館2009年 57ページ。ABCDEF 犬イ井義明、ハンスコパーの芸術20世紀陶芸における静かな革新、ハンスコパー展兵語陶芸美術館、2009年、14ページ。AB、ロンドン、ハンスコパー展兵語陶芸美術館、2009年、69ページ。ABCD、フルーム、ハンスコパー展兵語陶芸美術館、2009年。 85ページ。ABCD 犬井義明、ハンスコパーの芸術20世紀陶芸における、静かな革新、ハンスコパー展兵庫陶芸美術館、2009年、13ページ。ABCD 犬井義明、ハンスコパーの芸術20世紀陶芸における、静かな革新、ハンスコパー展兵庫陶芸美術館、2009年、16ページ。ありがとうございます。